こんばんは。今日は素晴らしいハーモニカの、ね、演奏で始まりました。第220回の、ね、記念すべきしゃべくりマシロです。今日はいつもの通り生放送でお送りしております。実は今日はですね、私帰りまして、帰って夕刊見るの忘れましてね、慌てて飛んできたもんで、多分じゃいけないんですけども、今日の夕刊の記事は、成人の日の記事が載ってたんじゃないかと、こんな風に思っておりますんで、よろしくお願いします。ということでですね、今日の今演奏していただきました上原ひろしさん、そしてそちらに山岸実さん、おいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、もう本当に感激しちゃって、素晴らしい曲でね。いやいや、まだまだなんかこう、もうドキドキしてます私。ありがとうございます。短い演奏で失礼しました。いやいやいや、ありがとうございます。素晴らしい曲でありがとうございます。ところでカメラさん、はい、今ね、素晴らしい演奏をお聞きしたんですけども、このどうしてこのハーモニカを演奏されるようになったんですか？私は目が30年ぐらい前に見えなくなりましてね、はい、それで自由に外出もできないしということで、まあハーモニカなら子供の頃も吹いたし、はい、どうだろうと思うことでね、それで手慰めに始めたということがきっかけです。はい、そうなんですか。それではそのハーモニカを演奏されるようになったのはやっぱり20年か30年ぐらい前？初めて20年ですね。はい、約20年です。そうなんですか。はい、それでその頃からあれですか、山岸さんとご一緒なんですか？山岸さんとはね、教室に私入ってからですのでね、お付き合いをさせていただくようになったのは10年ぐらいになるんですね。そうなんですか。はい、で山岸さんとしょっちゅうこのコラボというか、一緒に演奏されてるんですか？はい、合奏の時はしょっちゅう一緒で、はい、でこちらに、はいはい、写真あるんですけど、こちらの方の写真なんかはやっぱり山岸さんと一緒に撮られた時の写真ですか？これは、そうですね、これは一人ですね。これはね、はい、あれです、婦人会館、はい、信濃木での演奏会で、はい、亀さん独奏のとこですね。はい、白鳥の湖を吹いたと思います。あ、そうなんですか。うん、らしいですね。はい、これは、あ、これは山岸さんもいらっしゃいますね。そうですね、これはまあ、今の4人でね、はい、コラボでやった時ですね。同じ会場、同じです。そうなんですか。信濃でやった、ね、これ大きい舞台ですよね。そうです、まあ観衆もだいぶいましたけどね。お客さんもね、はい、お客さんいました。1000人ぐらいいらっしゃるんだそうですね。まあ、そうですね。そうですね、はい、はい、で、これはこれはね、私ども真っ白教室で教わってましてね、はい、皆さん、まあ、15人ぐらいいるんですけども、真っ白の碁と八幡にも教室ありますんでね、合同発表会の時の真っ白のチームの演奏ですね。そうなんですか。はい、で、これは、これはね、八幡の当番の時にですね、はい、八幡の公会堂で、はい、やったのですね、公民館ですかね、八幡公民館での、まあ、合同発表会の時のですね。はい、これ山岸さんもいらっしゃるんですね、もちろん。もちろんいます。まあ、小さく映ってますけどね。はい、そうですか。はい、そしてこちらの方は、あ、これはね、私どもハーモニカには信州ハーモニカ同好会というのがありまして、はいはい、春と秋、まあ、定期的に発表会があるんですけども、はいはい、これは秋のふれあい演奏会の時の一つですね。これはカメラさん独奏です、うん、はい、これはまた違う雰囲気ですね。そうですね、カメラさんはほぼ行って演奏してますんで、これは確かあれですね、カメラさん、短歌の会の、ね、出版記念の記念パーティーに呼ばれた時だと思います。病院とかね、老人ホームとか小学校とかいろいろお招き受けてますので、はい、じゃあいろんなところでこの演奏会されてるんですね。そうですね、おかげさまで。ありがとうございます。そうなんですか。お世話になってます。はい、で、この次は、はい、あ、これはですね、樋口邸での演奏会ですね。はい、レコード真っ白の、はい、うんうんうん、ので、深
かりました時のカメラさんが独奏の時ですね。結構独奏もされてるんですね、はい、そうですね、出れば独奏と合奏と両方大抵やらせてもらっております。そうですか、はい、なるほどね、はい、その下はこれはこちらもそう、そうですね、これもあの合同発表会ですねの時の独奏、はい、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。で、まあ素晴らしいね、今曲お聞きしたんですけども、レパートリーっていうのは何百曲もあるんですか？何百曲もあればいいですけどね、何千ですか？わずか20ですね。え、またその丸一つ違うんじゃないですか？もうそのぐらいにしてそんなことないですね、ね、たくさんあるんですけども、あ、違うんですよね、まあ、検索してますね、20か30じゃなくて、はい、丸一つ2、300曲ってもんでしょうね、はい、そう願いたいもんですね。あ、そうですか、はい、で、この山口さん、そちらにね、ハーモニカがたくさん並べてあるんですけども、そうですね、これみんなハーモニカ、ハーモニカですよね。ええ、ハーモニカですが、まあ皆さんハーモニカって言いますとね、今の亀さんも吹かれましたけども、ええ、通常まあこんなんでね、だいたい大きさもこんなもんです。だいたい知ってますね、ハーモニカ、ええ、これはあの複音ハーモニカって言うんですね、はい、複音ハーモニカ、あの穴が上下ありますのでね、はい、ええ、それで単音で吹くとまあこういう音なんですけど、両方で吹くとこういうね、はい、なるほどね、うん、幅が広くなるわけですね。そうです、はい、これにはあの普通のハーモニカと一緒に、はい、ハーモニカじゃなくてあの音程ですね、それからあのハーモニカっていうのはあの腹水だけですから。何？腹水。ああ、腹水ね、腹水ね、これ腹音は吹いたり吸ったりしますね。はいはい、吹くのはいろいろ吹いてもね、腹も吹きますけどね、はい、それは私のもんですから、はいはい、まあそんなことで、はい、あとそちらの方にもあるのはあるんですか、はい、大きなのあるじゃないですか。大きいのもありますね。これも音出るんですか？はい、あ、もちろん出ますよね。これもまあこれ一番大きいので世界で一番大きい、おあの、低いハーモニカでね、ーベース、うん、声低いね、すごいね、すごいね、やっぱりずしっときますよね、はい、で大きいので小さいのもあるんですか？小さいの、はい、あ、小さいのはね、一番小さいのはこれですね、私のやつも下げてそれ、はい、ハーモニカ、これそれハーモニカですか？ええ、これもハーモニカですね。ペンダントか、はい、ペンダント、はい、これも私どこ行くにも下げた、はい、何のために？ちょっとちょっと吹きたいんですね。それも音出るんですか？出るんです。曲もできるんですか？はい、はいはい、吹きますよ。そう、ちょっと音がいい音する、ちょっとこういう音しますんでね、とても音はいいんだけどさ、いいですね、ちょっと曲もできるんですか？はい、はい、じゃあ、ちょっと触りだけね、フォースターのオース旦那、はい、すごい、はい、ちゃんとできるんですね、まあ、ちゃんと音は出ます、はい、ちゃんとできるちゃんとできます、はい、ところで、はい、亀田さん、18番は何なんですか？18番というあ、みんな18番か、いや15番ぐらいあ、15番ぐらいか、はい、はい、15番ぐらいとは何なんですか？私ね、お祭りマンボが好きでね、ミスラヒバリの15番、ええ16番、17番、18番ってあるんだよね、じゃあ。そうです、はい、まずありますけどね。ありますけどね、じゃあ15番ぐらいに控えめにしとくという、はい、控えめにして、はいはい、その15番じゃあちょっと吹いてもらっていいですか？触りだけ、触りだけ15番お待ち、ね、で次回は18番ね、はい、はい、さっき何曲もね、ええ、吹けるというお話なんですけども、ええ、目がご不自由なのに どうやって覚えるんですか？そうですね、あの演奏会に行ったり学校になんか行くと子供さんによく聞かれますね、ええ、私も聞きたいですよ、ええ、どうやって覚えるんですか？あの楽譜はね、ハーモニカの楽譜は数字になってますのでね、はあ、あの楽譜は
テープに録音して覚えることもありますし、はい、それからあの録音をしておいた音だけでね覚えるのもあります。ですからリスからいくとおそらく8割方は音だけで、最初メロディーを覚えてリズムを覚えて和音を覚えていろんなテクニックを入れていくということでね、そういうことで、ですからあのたまたま20を覚えてるにしてもね、アンプをしてるのは20くらいです、はい、全部覚えてるといかんもんですからね。よく覚えて、いやこれはね、やっぱりカレーとともに忘れますね。カレーってあの食べるカレー、そうです。カレーを食べると忘れちゃうんですか？カレーを食べると忘れます。あ、そうなんですか。ですからカレー食べない、ね、上手に受けますね。食べない方がいいですよ。食べない、そうです。カレー食べると忘れちゃうんですか？忘れます。面白いですね。私は今28ですから。あ、そうです。ありがとうございました。お見それいたしました。私がいつも申し上げてることを亀井さんに言われてしまいました。ありがとうございました。どうも、ま、私今日負けてますから。いやいや、失礼しました、はい、すいません、はい。ところでなんか面白いことを聞いてね、ちゃんとしたことを聞かなきゃいけないんですけどね、なんかエピソードをさっきねお聞きしたんですけども、はい、どんな、いろいろね、行くとき行くたびに面白いことあるんですけど、ね、老人ホームでね、私あのハーモニカの吹いてね、ええ、皆さんに歌ってもらった間に民話とか童話とかね、ええ、ちょっとした小話を入れるんですけど、ええ、最近ねこんなことをやってきました。お年寄りはほとんど女性が8割方なんですけどね、老人ホームはね、年いってきますとね、どうしても気持ちが落ち込みますので、皆さん人生かけくけこでいきましょうってやるんです、はい、かはね、いいですかって、はい、事務所ね、はい、簡単に、かはね、感動する、はい、それから感謝する、はい、から木は興味を持つ、はい、何事もね、で、くは工夫をする、暮らしとかいろいろね、で、木はもちろん健康を保つ、うん、私の健康がまたね、時間がありましたら、はいはい、それからこはね、はい、恋心を忘れない。お、いいね、うん、はあ、で、これでね、恋心を忘れないって言っといてからね、あの伊藤ゆかりのね、小指の思い出を吹くんですよ。あなたが噛んだ小指が痛い。あ、また、で、終わった時にね、あの女性が多いから、はい、連れ合いのおる人は今日帰って噛んでもらってください。またまたそんなこと言ってます。ない人は仕方がないから、はい、一人でしゃぶってください。自分で言うと、そう言うと皆さん見えますね。元気になります。寂しいじゃない。そんなことをやってますけど、ね、そうなんですか、はい。楽しませてもらっております。まあね、そんなあのことをね申し上げてて、あのぜひねこう山木さんもおいでになってるんでね、ぜひお二人でね、はい、コラボの曲をねぜひお聞きしたいんですが、はい、いいですか？えっ、いいですか？それじゃね、私たちのチームはあのレッドウィングスってね、これあの赤い翼から撮ってるもんですから、はい、今日はじゃあ二人でね赤い翼をちょっとやってみようかと思いますけども。お願いします。素晴らしいですね、はいはい、じゃあはい、それではですね、今日はあのお二人にね、赤い翼ですか、はい、演奏をしていただいてですね、その演奏をお聞きしながら今日はお別れしたいと思いますが、よろしくお願いします。それではお願いします。はい、お願いします。Thank you.
今日は素晴らしい曲でよかったね。私も感激しましたよ。歌っちゃってよかったらね。私歌ったらちょっとね、ちょっとやめた方がいいかもしれないですね。まあ素晴らしい曲でよかったです。よかったよかった。ました。ありがとうございました。ということで皆さんお知らせをお願いします。これね、ちょっと池田松尾美術館さんからねちょっと来ましてね。これね12月の20日からなんですけども、ちょっとお正月があったんで、ちょっと紹介は遅れましたけどね。はい。青春池田松尾の存在っていう形で、ね、これ読んでみるとね、青春をアピールする1950年代から60年代後半までの油絵水彩画版画120点をね、展示してある。展示、でぜひまたこれね行っていただきたいなと。そうですね、ぜひね、素晴らしい展示でね、これねいろいろと見る人によって違うみたいなんで、こういうのもちょっと真っ白にもあるよってのでね、見ていただければいいなと思います。その感覚で違うんですね。そういいと思います。はい、そんな形で、はい、よろしくお願いします。ぜひ、ご覧ください。はい、お願いします。ということで、はい、引き続いて予告は、はい、引き続いて、これ宮坂さんですね、またね。私、来週、よかったね。よくないですさて、来週はどんな形、ですね、実は小木亭ってね、上座神社があるんですけど、小木亭がある、あの元がね、ご飯にある堤さんのお宅だったんですよ。その堤さんのお宅が、上座神社に移されるその経緯などもね、ちょっとあの堤さんにお聞きしたいと、こんなのを思いまして、来週お呼びしました。あ、そうですか。ちょっとみんな知らないもんね。そうなんですよ。素晴らしいお話がね、伺えるんじゃないかと、こんなふうに思います、ね、ぜひね、ということで、はい、ぜひあの来週のしゃべくり祭りを、はい、ぜひお楽しみに。よろしくお願いします。はい、どうぞ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。最後ちょっと演奏が失敗しました。申し訳ありません。